下水を抜けて塔へ向かう。これ水の中とかね、入ってたりするんですかね、アイテム。これは壊せない。あの子もニールも工場にいなかった。ええ、モイラの言う通り、ニールの書き置きも罠だったのかもしれない。なんか部屋がある。クレア、おお、これは予告で見たやつだ。何をしてる。銃を下ろしなさい。スナイパーライフ。このおじいさん、テラセーブの人。何の話だ、俺は知らんぞ。腕輪がない。被験者じゃないの。被験者って何の話だ。おじいちゃん知らないの。島がどうなってるのか。一緒に逃げないと大変だよ。断る。ここは俺の故郷だ。出る気はない。美しい島を汚し、全てを奪い去るよそ者ども、お前たちにどんな災いが起ころうと俺の知ったことか。ここは俺の場所だ。通してやるからさっさと消えろ。ありがとう。ちょっとね、そのスナイパーライフルも欲しいんだけどな。あー、全然強いね。でもつけれるパーツは3つだけ。こっちだとね、5つなんですよね。まあでもあっちの方が強いから、ちょっと一回全部これ外そっか。外して、でこっちにつけよう。とりあえずレベル3のこれとこれ、これは素早くリロードできる。どうしよう。レベル1だもんね、これファイアレート。こっちにしようか。ファイアレートつけて。あ、ちょっと待って、装備してない。これで、これ入れ替え。誰かさんそっくり。誰かさんってバリーのこと。ちょっと待って、これこれね、こっちがいいんですよね。ずっと最初からこれでやってたんで。でこれをでいきましょう。私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。絶対に話を聞いてくれない。そりゃ喧嘩になるね。私の兄さんもそうだった。失敗なんかしようもんなら、クレアか。本当にもう最悪なの。あ、メダルがあるよ。じゃあ早速試し。あ、音なんかちょっと違う気がする。ピシュン。気のせいかな。嫌だな、なんか水にしか出てこないような敵とかね。出てくるのかな。だいたいそう、あ、地図がある。だいたいそういうやつってなんかね、すばしっこいんですよね。打ちづらくて。何ね、コウモリか。お、アイテム。ルビー。ん？あ、いける。お、宝箱。ああ惜しかったな。でもよし、カスタムパーツ。カスタムパーツって邪魔ですよね。ダッシュできないんだ。邪魔だから、
ちょ、一回戻ろう。あの作業台のとこに行けばね、なくなるんで。登れる？あ、でもクレアじゃないとダメなんだ。バースト。ああ、そういうやつか。一度に2発。あ、それいらないな。いや。こっちの方が早い。え？わあ、なんかいるね。大丈夫？これ。わーって聞こえたけど、普通の敵もいるんだね。なんか光ってるね。どういうこと？これどういうマーク？ちょっと待って、これいけるのかな。あ、いけるね。あ、待って。ルビー。あ？お。いけてるけど。でもなんか何もなさそうでしたけどね。何があるんだろう。え？何もないよ。意味がわからない。なんか後でここでなんかするんですかね。なんかそろそろ出てきそうだな。さっき声聞こえたしね。え？あ、クレアか。渡そう。なんか上に行けそうですね。どうやって行くんだろう。あ、弾、ショットガン。ショットガンの弾がありますね。これいけないもんね。あそこなんかあるね。あそこどうやって行くの？これ行けないよね。あ、行けるね。あ、オイラしか行けないとこなんだ、ここ。あー、そういうことか。これを使うのね。お、アルコールとかある。お、3つだ。ってことはいいものが入ってるんでしょうね。ん？もう、うまくなってきたんじゃない？俺もカスタムパーツ。なんかカスタムパーツやけに出てきますね。で、これ下に落とすんだろうね。もう何もない。よし、じゃあクレア、モイラと合流しないと。これをまた、あれ、落とせないっけ？あれダメじゃん。落とせないんだ。じゃあこっから拾おうとか。違うよ。これ何？
意味がよくわからないな。あそこはどうやって行くの？カスタムパーツがありますね。なんだ？あ、お皿がある。超見にくいね。お皿って言っちゃうな、どうしても。あー、おお、何何？またお前かよ。もう勘弁してよ。わ、何この数。ちょちょ、これどうにかにちょっと逃げれない。やばい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 、死ぬ。ちょっとアイテム拾いたい。ちょっと待って、やばいやばいやばい。おお、あー、ちょっとモイラーがいないと。これはやばいやばいやばい。ちょっと待って、やばいやばい、それはやばい。Thank you。 え、もうないの？なんかそういう投げるやつ。あ、ないのか。ちょっと待って、やばい、逃げろ。あ、まずいまずい。やばい、超動き遅い。ちょ、距離あるな。まずい。おーおお。あ、でも結構ショットガンの弾ある。あ、死んだ。あ、なんか弱いな。弱くなったこいつ。もう出てきすぎだよ。もうこんだけ出てくるともうボスじゃないよね。普通の敵だよね。あ、そっか、モイラじゃないといけないんだよね。頑張れ。そっか、これを開けなきゃいけない作業もあったからね。どっちにしても逃げられなかったですよね。ピンって聞こえたね。あ、瓶がある。なんか持ってたっけ。あ、アルコール、あと火薬、渡す。オッケー。降りるのかな。あ、降りてこれ通れるようになるってこと。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あれ、これってやばいやつじゃないの。あれ、なんで爆発しないの。これ、これ爆発するやつですよね。ほら、あれ、なんで爆発しないんだろう。あ、でもこれ壊しとけばっていうか爆発させとけばあれなのかな。次、
バリーが来たとき。また敵。ちょっと。これで。あ、こいつ早いな、水の中でも。まだいるよね。あ、いる。うわー、でかいやつやん。ちょ、もう一回あげようか、あのレバー。これなくさせようか。わーわー、ちょっと、2匹いるね。なんかあいつら何？泳いできてんの、あれ。あ、これ回避できないね、水の中だと。よし。チャンス。よし、いける。やばい、あいつ生き返った。あいつ生き返って変身しちゃったよ。うわーわーわー、ちょっと待って、これ回復しよう。でかいのが来るんだよな。あれ、でかいのいないね。まだ上にいるのかな。あ、いたいた。よし、お前だけだからね、ライトでいけるでしょ。よし、オッケー、オッケー。よし、死んだ？あ、死んだ。オッケー。ん？なんか光ってるね。火薬。瓶がない。ジャンプ。よし。オッケー。わあ、また広いところに出てきましたね。広いところに出るとちょっと不安になりますね。あ、広いね、本当に。もうボス戦って感じしますよね、広いところに出ると。あ、箱があるな、あそこに。それだけかな、他に消そうなところはないから、ここだけですね。ショットガンの弾ちょっと渡しとこっか。 OK。 そうだ、カスタムパーツもね、うん、手に入れたんですよね。何ここ、しゃがんでいける。お、いけた。これだけ？ん、なんかあるよ。え、何これ、あれ、敵いる？敵の鳴き声みたいな聞こえた。こういうこともあるんですね。壁にくっついてることあるんだ。何？アルコール。今度は瓶が足りなくなってきたな。